大きくて走れるチームを目指してで、そこはまあある程度は行ったんだけど、まだディフェンス力だとかオフェンスのコンビネーションだとかそういうところにはまだ行き着いてないんで、ディフェンスはもうちょっとやっぱりシンプルなことをもうちょっと精度上げたい、しっかりと、ね、将来やっぱり日の丸つけたいとかみんな JBL 行きたいって言ってるわけだから、上行きたければ行きたいほどやっぱりシンプルなことがちゃんとできる選手にならないと、ベースがちゃんとあるから上行って通用するんで、勉強と一緒だと思うね。中学生高校生でやってこないといきなり大学院ってできないでしょ。先にやっぱやっとかなきゃいけないと思う。どうしてもね、上手くなると先にそっちの方やりたくなるんだけど、難しい問題を解きたくなるじゃない、でもやっぱり大事なやっぱり一番基本問題をちゃんとできるようにいつでも訓練をしておかなきゃいけない。試合に出れない時間もやっぱ多いんで、そういった時には本当ベンチでみんなにこう声出して盛り上げるだったり、見てていろいろ分かるところがあるんで、そこを指摘するっていうのもあるし、やっぱ出た時は本当最終級生だし、チームをまとめなきゃいけないし、やっぱ自分が一番ハッスルしてやらなきゃいけないなと思ってます。やっぱり比江島誠でしょう。やっぱり彼のバスケットセンスというか、そういうのはやっぱり見る人も楽しませてくれると思うんですよ。一番いいのは視野の広さだと思う。ボールを持ってない時のその視野の広さもそう。だからボールを持っているといい判断ができるので、ボールを持ってない時も彼はそのどこにチャンスが来るのか。あまりそんなに深くは考えてなくても、それが自分にこうパッとできちゃうタイプで、でもそれがやっぱりね、バスケットにとってすごくフィーリング、感性が高いんだと思うので。問題なのは、強い意志を持って決めきるシュート、これはやっぱり感性だけでは無理です、だけどバスケットボールのシュート一番難しいことなんで、シュート入れるスポーツだから、感性だけではシュートは見分かれるもんじゃないから、やっぱり努力とかやっぱりそのアベレージとか積み重ねで打てるものとか、入るもんだし、でそこはやっぱりもうちょっと突き詰めていかないと。やっぱり去年も4冠したんで、今年も4冠っていうのが目標なんですけど、全部勝つもんでやるというのと、やっぱり去年もできなかった天皇杯、オールジャパンでなんとか念願の JBL をやっつけたいなと。